今回のテーマはストロークで相手の足元に沈めようです。はい、相手のペアが平行陣になってきたときに、無理にサイドを抜くいや、直線的な、ボールで攻めていくのではなく、ひとまず、相手の、足元を狙っていくことで相手のボールが浮きやすくなります。それでは実際に見ていきましょう。まずネットより高いところで取らせてしまうと、上から叩かれる形になってしまうので強い球が返ってきやすいです。なので、なるべく相手のボレーヤーには足元で取らせるようにしましょう。ネットより低いところで取らせることができればボールは少し山なりになるので、優しいボールが返ってきやすいです。こういうボールを打つことで相手にやられないようにします。打ち方に関してはスイングを止めて短くコントロールをするというよりもスイングの大きさでコントロールをするようにしましょう。スイングをした時に肘やラケットがあまり前に出すぎないように意識をしてみてください。練習の中でしっかり足元に沈めれた時の感覚をつかみましょう。ラケットを振る時に、スイングを止めてコントロールをしようとしてしまうと、直線的なボールになってしまい、ボールが浮きやすくなってしまいます。なので、スイングをして、ボールを沈めるということを、意識してみてください。実際の練習ではサービスラインに置いた小ネットをワンバンで当てる練習をします。ここでしっかりと足元に沈める感覚をつかみましょう。実際に、形式では足元に沈めれたと思ったら少しコートの中に入って構えましょう。その時に打った時の感覚というのがすごく大事になってきます。それが少し遅れてしまうと実際に浅くなったボールに対して対応しきれなくなってしまうので、打った時の感覚で、次のポジションを取るように、していってみてください。相手が平行陣になったとき、足元に沈めることで相手は強く打つことができなくなります。さらにボールが浮いてきたり、短く返ってきやすくなります。沈めれたと思ったら、少しコートの中に入って構えるようにしましょう。ぜひチャンスを作る一球としてチャレンジしてみてください。